つ大人だった。イメージよかった。ありがとう。ミッチーさんお疲れ、ありがとう。お疲れ様、ありがとう。ミスターさんお疲れ、ありがとう。ソラマメレベルの緊張の中よく頑張った。ありがとうございます。本当にソラマメだったんだよね。本当にソラマメ。オキさん、そう、来てくださって最後会えてオキさんとお話できました。今オキさんがアナちゃんの宣伝してる。なんて明日サラピとミチさん誕生日、堂々としてたよ。来てくれてありがとう、ありがとうございます。あのコメント謎だった。金髪ちゃうですよ。うまかっちゃん、いいね。ヤクシマさんお疲れ、ありがとう。お疲れ。ありがとうございます。こんばんは。900回目訪問ありがとう。めっちゃかっこよかった。ほんまにありがとう。アイメイクもそのまま。アイも、アイも、コンタクトもこのまま。やっぱりあんなよね。見つけれてよかった。嬉しかった。ありがとう。アニャニャトン。アーナがアーナじゃなかった？なんだと？歌面白かった。嬉しい。そう言ってくれて。ありがとうございます。ありがとう。嬉しい。お疲れ様でした。明日見に行くよ。ありがとう。夢入りをたたえる会開催中。あ、一緒に。ありがとう。100回目ホームありがとう。ありがとう、ありがとうございます。フラピーさんお疲れ、ありがとう。掛け中ありがとうございます。嬉しい竹、ありがとう、ありがとう。コウジさんは何好きなイラストあるのかな。黄色組のステージこれまた良かった。それな、いいですよね。現代チーム、クワピーさんかわいい、ありがとう。トッカーさんハートありがとう。コウジさんお疲れ、かけじゅありがとう、ありがとう。ちょっとタワーのお礼書いてます。ありがとう。オリコちゃん、オリコちゃん書くね。ありがとう。千秋楽終わったら遊びに行けたらいいんだけどね。23日もう話し変えないよ。広島に帰んないと。次の日もねお仕事があるし、わかんないんだよね。美味しく食べれましたね、肉。アスパーさんお疲れ、ありがとう。セルジオランツさんかわいい、ありがとう。コウジさん、ファイトタワーありがとうございました。朝
そう、朝配信の時にありがとう、コウジさんのおかげで頑張れました。まだまだ行っちゃいます、あと5公演。もう7公演から5公演になっちゃったの、悲しい。頑張ります、頑張るのでコウジさん見てほしい。来れなくても生配信も、生配信あるから、配信もあるからぜひ見てほしい。コウジさんホワイトタワーありがとう、コウジさんのおかげで楽しめた、ありがとうね、コウジさんありがとう。明日行きます。あー、コウジさん明日来るの、頑張るね、ありがとうありがとう。マチソワ見ると違いが楽しくてハマる。おお、あと5公演よろしくね。オリコちゃんのクオリティ高い、作者だからね、作者。100回目ホームありがとう。ちょっとだけ配信しよっかな、ちょっとだけにするわ、早く寝れるかも。なんだかんださ、稽古とかよりもさ早く寝れるワンちゃん朝は早いけど。俺も明日の夜行きます。マジありがとう、やったね、頑張るんば。すごい感動するシーンがいっぱいあってね。あつさん頑張った、ありがとう、頑張った、ありがとう、ありがとうございます。泣きそうになったけど耐えた、なんで耐えるのよ、泣いてよ。カズキンさんお疲れ、ありがとう、明日も楽しみ、ありがとう、ありがとうね、嬉しい、そう言ってもらえて。直樹さんいちごありがとう。配信何分に始めた私これ、感動しました。嬉しい、ありがとう、嬉しい。汗とあいこじもねと沖さんがね来てくれて嬉しい、来てくれました。22時22分、にゃんにゃんにゃんじゃん、にゃんにゃんにゃん、ありがとう。ふいちお疲れ様でした、ありがとう。桃村さんほんとありがとう。舞台初日お疲れ様でした、ありがとうございます。しおりさん、たこちゃんありがとう。一応朝配信してるからね、まあ、15分まあ大丈夫っちゃ大丈夫だけど。マーボーさん、マーボーさんタオありがとう、マジありがとう。めっちゃ目かきながらごめん目かきながらごめん。ありがとう、マーボーさん。タワーありがたわ。嬉しい、タワーありがたわです。ありがとうございます、マーボー。嬉しい、2公演とも見に来てくれて。ありがとう。夜公演めっちゃ見つけられた。ガンピーさん、頑張った。頑張ったわか、これ。頑張ったわ。ありがとう、ガンピーさん。ありがとう。ユーリーさん、ありがとう。夢より良かったよ。泣いた。うわー嬉しい。緊張なんてこれポチもなかったありがとう、マボさん、クアピーさん、ありがとう。まだまだ上を行けるように頑張りたいと思っておるので、クアピーさん明日見られる、まだ見るかな、わかんないけど、マボさんよろしくお願いします、よろしくしねー。こんばんは。今日は18日か。感動しました。嬉しい、楽しかった、よかった、そう言ってもらえて。
何の絵描いたらいい麻婆さん。また感想は終わってから話しますね。ありがとう。たくまスーさん、レンボースターありがとう。告白されたってとこでリオさんと一緒に落ち込んでた。マジ？ありがとう。一緒の反応してくれてた。泣けるってやつね。だからいないってば。わかった、ポケモン、ポケモン、ポケモンみたいなとこわかった。私あそこずっとツボなんだよね。心の中で笑ってんだよね。ずっとずっとずっとポケモンなんだよね。わかるかな、みんな来てくださった方。わかんない、ポケモン、ポケモンのところがあるんだよね。最近どんどん気になってる。嬉しい、ありがとう。トラップさんお使いありがとう。デジュングさんドラマありがとう。マンボウさんに何の絵描こう、何がいいかな。テンショングさんありがとう。安否の新しい一面知れた。うん、舞台見たら話したいことたくさんすぎてリリーベ楽しみやね。そうね。ポケモンポイントあったのにフォローありがとう。ナオトモさんハートありがとう。女優の道そんな言ってもらえるなんて。何でもいいよ。むずいやん、めっちゃむずいやん。何でもいい、何でも、何でもいい、一番むずい。私やっちゃ言っちゃうんだよね、何でもいいって。何でもいいっていうか、誰でもいいよって任せますって言っちゃうんだよね。これダメだよね。ダメって分かってるけどさ、無理なんだもんね。てか金髪どう、金髪どうですかね。ナオトモさんハートありがとう。原型ないよね私って。俺もそれだ、運命に流されるタイプなので。確かに確かに確かにって何。プロマイド見て湧いた。漏れてるよね。ゲットして、グッズゲットしてね。パセリとオギさんゲットしてくれてたよ。かっこいいってなった。ほんまにありがとう。やっぱ最初出てくるとき緊張するよね。カネッチさん、タコちゃんありがとう。プロマイドダックスたかった。ありがとう、嬉しい、大事にしてね。嬉しい、来てくれてありがとう。
別の人って感じするよね。ね、こんなアナちゃんありだって。衣装良かったし、ありがとう。沖さんがツイッチしてくださってましたよね、なんか太ももがみたいなそうなんですよ、目立つらしい。興味深い。クマピーさんには何、クマピーさんの絵は何がいいかな。1300回、うわすげえ、1300回の訪問の方がいる、ありがとう、ありがとう。太ももとガーターに目につける大きさね、面白いよね。うさぎにしよう。今日は全然噛まなかったし、セリフは完璧だったのでは。いや違いますよめっちゃ1回目昼公演全然もう本当に今日はもうダメだ、ダメなシーンがあって、みちさんと会った時のセリフ実は違うこと言ったんですよ。全然違うこと言ってやばいと思って、一旦頭真っ白になったけど、そのなんて言うんだろう、なんかゆっくり喋っていいとこだったから戻せて。で夜公演はそこだから気をつけなきゃって思ったら余計分かんなくなって、分かんなくなりました。そう合ってるように見えてるかもしれないけどね、原型が知らないからね夜のトーク安否節、いつもの安否だありがとう、こんばんは。舞台初日見に行ってよかったかも、ありがとう来てくれて。そう噛んではないですね感動した、ありがとう。気づかせない間違えてないを装いましたから。モンブランさん、だるまありがとう、ハートありがとう。あタワー書いたの、タワー見せなかった。お米良かった、ありがとう。気づいたら言葉がポンポン出た。安否信じて良かったかも、大好き、ありがとう。レッド君かわいい、ありがとう。ではマーボーさん、あちょっと光りすぎか。マーボーさんタワーありがとう、七公演来てくれるの本当にありがとう。えあちょっと後で読むわ。世界一ラブです、結婚案件です。7公演ありがとう、マボーさん本当に。あと5公演もう燃え尽きていくのでよろしくお願いします。もっともっと上に駆け上っていきたいなと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ゆめりさんも大好きでなってください。マボーさんありがとう。いろいろね伏線とかも実はいっぱい存在するので、ぜひそこも感じてみてください。マボーさんありがとう。ぴょんぴょん、うさぴょん、スクショタイムありがとう。そしてクラッピーさん頑張ったわ、ありがとう、頑張ったわ、ありがとうございます。本当に来てくれて、遠いところから来てくれてありがとう。コメントも嬉しかったです、ありがとうございます。また感想をゆっくり聞かせてください。お話し会でも何でも、お手紙でも何でも待ってます。興味深いねということで、うわクラッピーさんありがとう。クマピーさんは安定のクマちゃん、
クラピーさんありがとうございます、ありがとうございます。ピュ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 、そう階段でねちょっぴりこけそうなってたの、やっぱ気づいた？夜公演さ階段ちょっと危なかったよね。え、あそこで、ね、名刺渡す前だよね。私めっちゃ焦ったね。え、キコリさんタワー本当だ、キコリさんタワーありがとうございます。昼も夜もどっちも見つけたよ。わかりやすい位置にいたね視界に入るもんありがとうございます。結婚する、え、いいの？待ってるね。やばい、こけそうって思ったけどこけなかったから安心した。でもそれで焦って名刺2枚渡しちゃった名刺2枚渡しちゃったの。そんなことあるって感じよね。でも私その時気づかなくて、後で名刺2枚そなんかその渡してたらしくて、そうあれみたいなってなりました。お疲れ様。サビの振り覚えた、はいや、さすがだね、天才だ。あーしよかった、ありがとう。クワピーさん頑張った、ありがとう。クタラさんお疲れ、ありがとう。2枚気合入ってるよね。ひこりさん寝坊した、ありがとう。ハローキティみたいになったんだけど、エミリアって横顔がエミリアってなんだろう。クリさん、タコちゃん掛け中ありがとう。アンビの缶バッジ引きました、愛じゃん、愛あるね、ありがとう。アンピのサイン入り写真ゲットできた。え、当たったの？交換したの？当たったん？すげえ、ありがとう。愛だね。最初の盾のとこ、そんな危ないもの持たないでになったブン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 。シーボックさんお疲れ、ありがとう。本物だよ名刺。え、アスパラさんもタワー、アスパラタワーありがとう。アスパラタワーありがとうございます。当たった、すごい愛じゃん。クリさんタワーありがとうございます。昼夜そしてトリート本当にありがとう。トリートもそう、名前見つけたよ、ありがとう。すごく元気出ました。また感想、今日の感想をぜひ聞かせてください。お話し会とかね来てくれると嬉しいです。ヨロピカです、また来てね。まだまだあと5個あるから待ってますよ。ありがとう、キクリさん、猫ちゃんありがとう。愛のおかげでサインが当たってよかった、大事にしてね、にゃん。ありがとう、ありがとうございます。盾がすごい、うわー嬉しいな。そしてアスパラさんありがとう、夢入り最高でした。やった、夢入り最高だってばよ、皆さんそう言ってもらえて嬉しいね。
青いやつ強かったな。レンさんですか。でね、全通不可避。え、来てくれるの？全通、全通してくれるの？また会えますように。嬉しい、会いに来てくれてありがとう。好きだよ。アワビの記念すべき初日見に来て本当に良かった、ありがとう。帰るかな。マッパーさん何の絵がいい？最初のセリフでそのままの緊張と食べちゃったの違いが出てた。ギャップ萌えですか。明日の夜行きます、ありがとう。うーん、何がいいかな。動物カバー、危ねえ、カバ失敗しがち、危ねえ、危ない危ない、間違えるとこだった。いつもより眉毛が凛々しい。そうなの、カーコン入れとるよ。舞台すごく良かった、嬉しい、そう言ってもらえて。うんたさんお疲れ、ありがとう。アスパラさんとありがとうございました。安否の記念すべき初日見に来てくれてありがとう。さすがアスパラさんでございます、ありがとう、来てくれてすごい嬉しいです。ゆっくり感想も教えてください。一番好きなところとかぜひ待ってますよ、教えてね。ありがとうアスパラさん、タワありがとう。カバです、ありがカバちゃん、カバありがとうじゃないか、ありがとうアスパラさん、ありがとうございます。3月の公演決まりましたね。そうですよ、3月の公演決まった。ぜひ久しぶりの公演になるのでぜひ来てください皆さん。3月何日だっけ、3月前半の課外活動ユニット来ます、出ます、よろしくお願いします。ビアンナということで、そろそろ今日は配信終わっちゃうんですけども、また明日も一応朝配信夜できるかわかんないですけど、ニヤニヤしとる、ニヤニヤしちゃえ、無制限可愛くなっていく。そんな、明日も昼夜と見に行くね。そうなの、うん、じゃあポケモン見つけて。ヒントはやっぱさ、ポケモンってさ御三家選ぶシーンあるじゃん、それそれそれなんよ。マイカーと一緒なの嬉しい、ココアさんと一緒だ。皆さんもゆっくり早く寝てください、いい土曜日にしてください。レーダー壇上見ます。13位みんなのおじさん、11位ゆきさん、10位おみかんさん、9位あっちさん、8位みっちーさん、7位ゆばりさん、6位こうじさん、5位ミスターさん、4位マーボーさん、マーボーさんタワーありがとう。3位アスパラさん、タワーありがとうございます。1位アスパラさん、間違えた、2位キコリさん、タワーありがとうございます。1位クワンピーさん、ありがとう、ありがとうございます。明日も頑張ってね、頑張るね、フォローありがとう、ゆっくり休んでね、ありがとう、ゆっくり休みます。それではありがとうございました。また後ほど、後ほどではないか、みつさんがね今日は誕生、昨日、明日誕生日を迎えるということなので配信されるのかな、わかんないけどね、みんな、私はその間お風呂入ってるかもしれんけど、お祝いできたらいいね。ではありがとうございました、いい一日を、いい一日じゃない、いい夜をお過ごしください、ありがとうございました。
会えますように。